はい、どうもおはようございます。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。本日はご紹介いただきましたけども、DBCS の方で提供しております文献情報を使ったサービスについていくつかご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、今回ちょうどここ のサイトなんですけど、皆さんの既に配布されている資料と同じものがホームページの方 のプレゼンテーションというリンクがあると思うんですけど、そこをクリックしますとぴったり同じようにキーノートで作ったものと同じものが再現できますので、こちらも合わせてご覧いただくと良いかなと思います。はい、で、先ほど文献がすごい増えているという話が箕輪さんの方からありましたけれども、これをもう少しちょっと数字でこちらで紹介しようかなと思っています。で、これ、左ですね、メドラインパブメドっていうライフサイエンス系の書誌情報を格納しているデータベースが NCBI から提供されてますけれども、 NLM ですね。で、その文献の数がどれぐらい変わってきたかっていうグラフになってます。で、これ左、1945年から2014年までの、動きなんですけれども、左側のこの青い方が合計の書誌情報の数で、赤い線が右側になって毎年何件新しくデータベースに追加されたかっていう数字になっています。で、ご覧いただくとよく分かりますけれども、2500万件をもう超えてまして、で2014年 の数はもう100万件以上その1年間だけで追加されているので、それをこうやって割ってみるとだいたい1時間に120件も追加されていることになっているので、もうこうやって話している間にもうチカチカと何件も追加されているぐらいな勢いでどんどん文献が増えてますので、もちろん全部を知ることは到底無理ですし、自分の関連する研究分野の論文だけでも追いついて読んでいくことはかなり厳しくなっているという現状ですので、いかにその効率よく今自分の研究している分野で最新の成果が出ているかということを入手していくかが結構自分の研究を進めていく中で大きな鍵になっているんじゃないかなと思いますので、そんな中でいくつかこちらの機械的な処理でサポートできるようなサービスはできないかということで提供しているものになっています。で、パブメドについて簡単に紹介しますけれども、パブメドっていうのは1997年の6月にメドラインっていう書誌情報のデータベースがそれまであったんですけど、それをインターネットを介して検索できるようにするサービスとして始められたものになっています。なのでメドラインっていうその書誌情報のデータベースそのものは1971年に NLM のフラッグシップのデータベースとして登場しています。とで、このパブメドが97年6月にリリースされた時にはすごいもうアメリカの国内で大きなニュースとなってまして、で当時 の副大統領であったアル・ゴアさんが国会議事堂で検索を1回目初めて披露したぐらいに結構華々しくデビューしたものなんですね。で、ここに書いてある通り、メドラインというのはそもそもクオリティオブヘルスケアインザユナイテッドステイツ than anything else we have done in long time って書いてある通り、これが一般に、ね、インターネット上で公開されたことで非常に大きなインパクトがライフサイエンス分野に訪れるでしょうってことをスピーチで言ってるぐらいなんですね。で、この写真を見ていただくと分かりますけども、これが副大統領でこう座ってここに初めてパブメドをクリックしてポッて検索したらしいんですけど、それを指揮しているのがこの当時の NCBI のトップであったデイビッド・リップマンさんということで、これはブラストを作ったメンバーの一人のあれですね、研究者ですよね。で、こんな感じでシンボリックなスタートをしたパブメドなんですけども、それ以来ずっと広く使われてまして、多分ここにいらっしゃる皆さんももう日々使われているぐらいに有名な文献検索のサービスになっているかなと思っています。で、ここのデータを使ってもう少しいろいろと提供できるものは DBCS として何があるかって考えた結果、今日紹介するのはこの3つになりますね。で、順番にこういう感じで進めていくんですけども、最初にアリーっていうその文献で使われている略語を検索するサービスというものを紹介します。で、これからいきましょう。で、これはその、順番にこっちから行った方がいいですね。皆さんもよくご存知の通り、この分野で、限らないことなんですけども、この分野でも特にその略語が非常に多く使われてまして、で、
自分の、まあ、よく知ってる研究分野の略語であればそれが何を意味しているかっていうのはすぐに分かるかと思うんですけれども、ちょっとまあ共同研究とか、まあ、違う分野にもこれからちょっと興味持ったとかいう時に文献読んだ時にその略語がたくさん出てきた中でどういうものが実際意味しているかっていうことがすぐに分かるかっていうとなかなかそうもいかないことが多いんじゃないかなと思うんですね。でここに書いてあるこの、まあ、グラフみたいなものはそのまあ、メドラインの中で使われている略語の頻度順に大きさを表したものになってますので、まあ、この辺の CI とか CT っていうのが一番そのメドラインの文献中では多く使われている略語になってます。でこれらまあおなじみのものもたくさんあると思うんですけども、まあ、分かんない時に簡単にそれが実際どういうものがどういう意味で使われているかを簡単に知りたいなっていうサービスがあるといいなと思って作っているのがありになります。で、これがその、ものですけども、大体、現在2015年のメドラインの中に、略語というふうに、まあ、機械的に検索した結果なんですけど思われるものが出現頻度10件以上のものだけでも6万8000もあったんですね。で例えばこういう PC みたいなものっていうのは、まあ、パーソナルコンピューターであったりプライマリーケアであったりプロステートキャンサーであったりということで一つの PC っていう略語だけでいろんな意味で使われていることが多いんですね。でこういった形で同じ略語が全然違う意味で分野ごとに使われていることっていうのは結構多かったりするので、ちょっと違う分野に行った時にその略語が実際どういうふうに使われているかっていうのを知るっていうのは結構便利で重要なのかなと思っています。でそういうわけで、まあ、生命科学系の略語を簡単に調べる方法はないかなって、さらにこの先ほど申し上げました通り、まあ、1日だけでも100件以上も文献が入っている状況なので新しい略語というのもどんどん作られているんですね。なのでデータベースもそれに合わせて頻繁にその内容を更新していく必要がありますので、そういった形でどんな略語でもあっても新しくできた略語でも簡単に検索してその意味が分かる、さらにそれが文献ではどこで使われているかということが簡単に分かるようなサービスとして提供しているものがありになります。でそれはどうやって作っているかといいますと、まあ、先ほどちょっと言いましたけども、もちろん全部人が見ていくわけにはいかないので機械的に処理をしてデータベースを作っています。で例えばこういう、まあ、パブメドのアブストラクトを見たときにこういう括弧の中にちょこちょこっとなんか 一文字っていうか一ワードあって、でその前にそれに合わせたなんかこう文字列があった場合は、まあ、これとこれがどうやらこの略語とそれの展開した意味の部分だろうっていうことを機械的に計算して見つけて、それをペアという形で略語とその展開形という形で、抽出して、でそれをデータベースに入れているということをずっとやっているものになっています。はい。で現在は全部で2500万件のパブメドの論文の中にだいたい1560万の略語とその展開形のペアが見つかっています。でこれは同じものもたくさんの重複があるんですけども、これを、まあ、ユニーク数にすると大体280万ということで、それでも非常に多いと思うんですよね。280万のユニークな略語とその展開形のペアというのがパウメドの文献全部2500万件から機械的に抽出されていますということになっています。でこれを簡単に検索しましょうということで、特にまあこれについて その同じようなサービスがいくつかあるといえばあるんですけど、特にアリにおいての特徴というと、まず突然当然日本でサービスしているものですので、その略語の展開形の部分で日本語に訳せるものがあればその訳語も出すような形になっています。でこれが、まあ、もちろんこれは機械的になかなかできないので、いろんな辞書とか理想資源を見つけながら当てていってるんですけども、これは最初はもちろん数としては全然略語、英語の方に比べると半分以下だったんですけど、最近、まあ、地道な作業でどんどんつけてますので、頻度が高いものから順に見ていくとトップの 50% ぐらいは全て日本語がついているぐらいにはなってきていますので、なかなか充実した辞書としても使えるようになっているかなと思っています。でさらにそのライフサイエンスで一口で言ってもさまざまなその中で細かく研究分野が分かれておると思いますので、まあ、そのどの分野でこの略語の展開形が実際使えているかということも分かるような検索結果になるということになっています、ね、それからそもそもこのアリーを使って検索しようというときは、まあ、自分があまり意味が分かってない略語について調べようとしているわけですから、その略語を入れたときにそれが出てくる展開形がいくつかあったと候補ができたときに、その候補のどれが実際自分が知りたいのかということをなるべく効率的に知りたいわけですよね。なのでその一つとして今の分野もありますし、
それと文献が出てくる、どのような文献でそれが使われているかということも出てきますし、また同じ文献中に他で使われている略語というのがどんなものがあるかという狂気略語も提示するようにしていますので、もし今自分がよく分からない略語が出てきたとしても、それと同じように文献の中でどんな略語が使われているかということも見ていく中で、それが自分に親しみやすい略語であれば、多分それが自分の知りたい略語の意味なんだろうということが分かるというような形で、なるべく効率的に自分の知りたい情報にたどり着けるような形にしています。で、新しいものがたくさん出てくるって先ほど申し上げましたけども、実際このアリーのデータっていうのは毎月更新してますので、1ヶ月ごとに新たに、まあ、すごい100件ぐらい略語っていうのは作られてるんですけど、それをすべて入れてすぐに検索できるような形にしています。なので、まあ、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、でそれからもう一つのサービスとして、実際に検索した結果としてこういうふうに出てくるんですけど、ここの左上にこの略語とその展開系が文献中に出てきた出版した年ですね、何年にそれを文献が出版されたかっていうそのものの経年変化と、その年の何件それが出版されたかっていう数が見えるようになってますので、今自分が調べているものがどれぐらい昔から使われているかとか、何年にピークになって、それから今あまり使われてないとか、最近たくさん使われて始めてるなとかっていう、そういう時系列的な流れをつかむことができるようになってます。ただもちろんご存知かもしれないですけど、あまりにも一般的になってしまっているような、例えば DNA とかっていうような略語については、もちろん最初はそれが使われ始めた頃は DNA に対する展開系としてデオキシリボ核酸みたいな形で書かれてはいたと思うんですけど、それがもう一般になると普通に書かなくなっちゃうので、そういう意味だとこれはそのペアとして出てこないものはカウントされなくなってしまうので、一時期こうピークになってこう下がってるからといってそれが使われないとは限らないっていうところも注意しなくちゃいけないところなんですけども、まあ、一般的にはたくさん使われ始めたらそのグラフの上でビュッとこう上がってくるようなものが見られるようになっています。はい、でこのアリーというサービスなんですけど、もう一つの特徴として、その略語からそれに対応する展開系がどんなものがあるかっていうのは見られるんですけど、その他に実際展開系の方からどんな略語が実際今文献で使われているかということも検索できますので、これから例えば自分で論文を書くというときに何か長ったらしいこうタンパク質名とかが出てきたとき、それに対して略語を作りたいなとか略語はないかなっていうときに使えるようなサービスにもなってますので、まあ、もしすでに他の著者とか研究グループがこのタンパク質名について略語も作っているとかっていうのが分かるんであれば、こういうのを見て試してみるのもいいかなと思います。でそれからこのデータベースそのものも全て丸ごとダウンロードできますので、このサービスよりももっと分かりやすいとか使いやすいサービスを作りたいとか、自分の辞書の中に入れたいとか、そういろいろともし要求がありましたら、丸ごとこれを FTP でダウンロードして自分のサービスの中に入れ込むこともできます。その他最近DBCS の方で進めているデータベースの統一的なアクセス方法の一つの技術的な基盤として、まあ、セマンティックウェブとか RDF ってものを使い始めてるんですけど、その中でアリもそのスパークルっていうその、セマンティックウェブのデータを検索するためのインターフェースも提供してますので、もしそういったセマンティックウェブといった技術を使ってさまざまなデータをアクセスしたいという方がいらっしゃいましたら、このスパークルっていう問い合わせ言語を使ったアクセスも試してみるといいかなと思います。で、例えばそのスパークルっていう問い合わせ言語を使うとどんなことができるかっていう一つの例なんですけど、こんなものが簡単に取得できるんですね。これはアリーのウェブの検索そのものでは提供しないサービスなんですけれども、そのスパークルっていう問い合わせ言語を使ってアリーのデータベースに問い合わせをするとこんなふうなものを簡単に取得するっていうことができます。でそのためにはどういうことを裏でしているかというと、こんな形でこれがその問い合わせなんですね。SQL とかそういう言葉を聞いたことがある方いらっしゃるかと思うんですけど、このセマンティックウェブの、技術の分野ではこのスパークルっていう問い合わせ言語がありまして、でこの問い合わせ言語を使ってアリーにこういうふうに書くとさっきのこういう結果が得られるっていうのもなってますので、最初ちょっととっつきにくいと思うんですけど、そのプログラミングとかそういったことを経験がある方はちょっと試してみると、自分が本当に欲しい情報が効率的に取れるようになって便利かなと思います。
で、これはこんな形で、検索すると出てくるんですけど、これは簡単に実習時間というものを余裕を受けてるんですけど、これはどうでしょうね、3分ぐらいちょっとやってみますかね。ここのサービスに実際にアクセスして、皆さん PC がお手元にあると思いますので、ここに書いてあるようなものを見てみてください。これちょっと最近また落ち着きましたけど、1ヶ月前ぐらいからこの MERS がすごい大変なことになってましたので、ちょっと MERS の例として略語がどんなものあるかとか、いろいろと実際文献がどういうふうに出ているかっていうものを調べる内容になってます。で、あるいは毎月1回更新してますので、そういう1ヶ月前に出てきた新しい文献もすぐ対応にして、関連する文献が簡単に見つかるようなサービスになってますので、お確かめいただければと思います。ここで、ここに、まあ、ずっとかって入れるわけですね。そうするとこんな感じで出てきて、でこう簡単にこう分かるわけですね。まずはミドルイーストレスピラトリーシンドロームの略ですよってことが分かると。で、研究分野はウイルス学、バイオロジーですよってこともすぐに分かって、で他にこのMERS に対するミドルイーストレスピラトリーシンドロームって書いてる文献中に出てきてる他の略語は何かっていうと、こういう MERS コロナウイルスとか SARS とかコロナウイルスってことで、まあ大体自分が知ってることはこれで内容的に間違ってないだろうなっていう判断ができるわけですね。例えばこの2番目にあるなんか長ったらしいものは、まあ研究分野は小児科学ですし、狂気している略語っていうのも MRI とか CSF とかいうことで、多分今回のコロナウイルスに関連する MERS とは違うなってことがここを見ていくと分かると思うので、まあ、自分が知りたいのが例えばコロナウイルスに関連する MERS であればこっちだなっていうふうな判断ができるわけですね。で、この実際クリックするとここに出てきまして、少しここのグラフの表示に時間かかってますけれども、もう少しするとここに表示されますね。なんか遅いですね。あとその経年変化のほかに、ここにその実際に出てきている文献のリストが表示されます。で、それからこっちの辺、ここの辺は何が出てくるかと言いますと、MERS っていう略語に対して実際その展開系がどういうふうに使われているかっていうリストが出てきまして、これみんな人で人間が読めばこれ全部同じってすぐ分かると思うんですけど、機械的にやってると、まあ、一応表記上は別物ですよね。なのでバリエーションがいくつかある場合にバラバラになってしまうことがあるわけなんですけど、一応こういう、まあ、これも自動的にはやってるのでエラーがある可能性はあるんですけど、一通り、まあ、同じと思われるものは一つにこう集約して、でバリエーションがこんな形になってますということが分かるようになってますので、 MERS に対しては一番多く使われている展開系はこれなんですけども、これの他にこういった表記方法とかこういった表記をしている論文の著者もいますよってことが分かります。なので、まあ、自分で論文書いてる時にも、まあ、展開系括弧の中括弧に略語を書いて、その前に実際の正式な展開系を書くと思うんですけど、その時にどれが一番適当なのかっていうのをこれを見ながら参考になるかなと思っています。あ、出ましたね。ちょっとね、ちょっと時間かかってましたけど、さすがにこの MERS は出始めてまだ新しいので、一番最初に2013年で13件出て、2014件に25件出て、で今年は今のところ18件出てますよっていうことが分かります。はい、よろしいでしょうかね。もし質問等ありましたらいつでもおっしゃってください。多分、まあ、内容自体は単純なので問題ないかなとは思うんですけども、こういうことを知りたいとかこういうことはできないかっていうことがもしあればぜひおっしゃっていただければと思います。いいですか。これで30分なので結構早いですよね。どんどん先に行ってまた後で戻りましょうかね。いいですか。一旦戻りますかね。で次ですけど、次はインメクセズっていうサービスになります。
でこれも、まあ、もう使ってみればすぐ分かると思うんですけど、すごい単純なサービスなんですが、何をしているかといいますと、例えば、まあ、背景としてこれから自分でこう英文で論文を書きたいとか、まあ、レポートを書くっていう時になった時、まあ、あのネイティブであれば分かんないんですけど、少なくと もノンネイティブな著者にとっては結構こういう前置詞はどうだったかなとか、ちょっと面倒くさい綴りのある単語ってどう書くかなとか、いろいろとこう書き進めていく中でふっとこう出くわす悩みがあるんじゃないかなと思うんですね。私はよくこう出くわすので、まあ、こういうのあるといいなと思って作ったんですけど、こう座がつくことが多いのかなとかね、そういうのをなんか簡単に調べる方法ないかなと思って作ってます。でもちろんその Google とかに入れてみて Google の件数とかで見るのも全然構わないと思うんですけど、この場合は、まあ、特に入れるとその場で例えば4文字目入れるともう4文字目からどんどんと検索結果が出てきて、でその中で一番数が多いものから順に表示されるので、まあ、Google でこう何回か入れてトライしていくよりは効率的に 何件出てくるかっていうのは分かると思いますし、特にこれは情報源がメドラインだけになっているので、メドラインのライフサイエンス系の文献では特にこういうものがよく使われているというような傾向が分かるので便利かなと思っています。でこれを実際まあやっていただくと、まあ、簡単なんで分かると思うんですけど、この検索結果からクリックできるようになってまして、で例えばその検索結果の一つをクリックするとそれが実際にメドラインのセンテンス文章の中でもどこに出ているかということが簡単にリストアップされるようになってます。でこれは、例えば Was significantly correlated with っていう表現が実際のメドラインのどこに出ているかということが一覧と表示されています。こんな感じでパーメド ID が来て、で、まあ、タイトルかアブストラクトに来て、でアブストラクトであれば何行目に出てきているかということが簡単に出てきます。これも、実際に試してみると早いのでやってみましょうね。であともう一つその高度な使い方、まあ、やや高度なんですけど、そんな大したことないんですけど、何をしているかっていうと、correlated with っていうその表現があったときに、その手前に副詞としてどんな副詞が使われているかなっていうのを調べたいと思ったときに、この indexes を使ってどうするかっていうのがここの例になってます。で単にこのままcorrelated with って入れただけだと、もちろんこの correlated with が出てくるセンテンスがバーって出てくる、英語の表現が出てくるんですけど、特にその中でもその直前にどういう副詞が使われているかってことを知りたいというときに、まあ、was っていうその be 動詞を使って、この was と correlated with の間に出てきているものだけを表示しなさいっていうようなことがこの indexes を使ってできますよっていう例になってます。ですとこうやって、まあ、何もないものが一番多いんですけど、その次に多いのがシグニフィカントリーで、次にポジティブリー、ネガティブリーとか、ノットとかインバースリーとかハイリーとか、こういうふうに使われてますよってことが簡単に分かるようになってますので、これも多分自分でまたこう論文書いてて、ちょっとそういうなんか副詞的なというか、このコラレテッドウィズはいいんだけど、それに何かしら付加的な意味をつけたいなっていう時にどんな単語が使われているかなっていうのを調べるのに便利かなと思いますので、こちらで紹介してみました。で、これもじゃあ、試してみますかね。で他にそのプログラムを書いてこれにアクセスすることもできるようになってますっていうことなんですけど、この中でそのウェブアプリとか JavaScript みたいなものを書いたりとか、そういうことを開発されている経験がある方っていらっしゃいます？あ、いますか。そういう方にはとてもこういうのもおすすめですよっていうことで、ぜひ試してみてください。だいたいこちらでサービスしているものについては、今みたいに普通にウェブのページから検索できるもの、他にもそういうコンピューターのプログラムを書いている人にはそちらの方がアクセスしやすいっていうアクセス方法も提供してますので、ぜひそのプログラムを使って何かいろいろ自分の研究の中で使いたいということがあれば、ヘルプ等を見ていただくなどしながら試していただくといいかなと思います。でこちらももちろん全て無料ですし、そのプログラム的にアクセスするために事前にユーザー名とかそういうメールを登録することもなく、そのままアクセスすれば全部使えますので、ご自由にお使いいただけるので便利かなと思います。これは先ほどのアリーもそうですし、これからで紹介するコリルっていうのも全部そうなんですけど、全部プログラム的なアクセスもできますし、それに対してレジストレーションとか何かしらのあらかじめこちらとのやり取りというのは全くいらないので、本当に好きな時に好きなだけやっていただければと思います。でちょっと試してみましょう。
ここで例えばさっきの correlated with とかってやっていく場合は、この3文字までは目までは出ないんですけど、4文字目からこう反応して、でその時点でヒットする文字の結果がこういうふうに表示されるようになってます。なんでこの CORR って入れた時点でもうこの CORR が使われているメドライン中の文といえばもうクラレーテッドウィズですよってことがもうすぐに分かるんですね。でその他に、まあ、こんなのがあるんですけど、それを先ほどのやや高度な使い方っていうのがここに例がそのまま出てまして、これを使ってこの内容をいくつかフィルタリング、絞り込むことができます。でそこの絞り込みに使えるのが正規表現っていう表現なんですけど、これももし正規表現という言葉を今まで聞いたことない方がいらっしゃいましたら、特にここで説明していると時間かかってしまうので、別のところでここに簡単に分かるようになってますので、別の時間機会に読んでいただくなどしていただければと思うんですけど、そういう正規表現というパターンマッチのルールがあるんですね。そのパターンマッチのルールを使うことで、ここに出てきた表現の一部だけを表示させたり、あるいはその表現パターンにマッチしたものだけを除いたりとかいうことができるようになってます。なのでここでこうピッとやると先ほどの結果が出てくるわけですね。これはちょっとに英語になっちゃってますけど、何をしているかっていうと、この correlated with っていう言葉が出てきているセンテンスのうち、was で始まっているものだけに絞りてますね。was に始まってないものもたくさん出てたと思うんですけど、そのうちこの was っていう be 動詞で始まっているものだけに絞り込むためにこのフィルターってものを使っています。どうでしょうか。何かご質問等があれば、あとは要望等あればぜひお願いします。で、これもアリーも同じなんですけど、このインメクセズについても統合テレビの方で動画のチュートリアルがありますので、合わせてこちらもご覧いただければと思います。で、まあ、実習として今度こういうのもやってみましょうということで、例えばコントリビュートとくればどんな前置詞が来るかなとか、あとインフォメーションってくればインフォメーションオブなのかオンなのかアバウトなのかって結構迷ったりすることがいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、それぞれ見ながらどれが一番多いかなとか、オブが使われている場合はどんなセンテンスで、オンが使われている場合はどんなセンテンスなのかみたいなことを簡単に確認できるので、なんかこう英語を書いていくときにちょこちょことこれを使っていただくといいかなと思います。結構時間はゆっくりやって大丈夫かな。これをやってみましょうか。で、コントリビュートからやっていきましょうか。コントリビュートとくれば to でしたねっていうことがこうやって確認できるわけです。これもちろん、当たり前だろうというものは当たり前だと思うんですけど、これ確認するのにはちょうどいいと思うんですよね。あれとかこううろ覚え時とかあると思うんで、こういうふうに見ると、あ、確かに一番多いんだなっていうのが分かるわけですね。このコントリビュート2っていうのがメドラインの2500万件のうち、ここで言うと32万2900だから33万回ぐらい使われてるってことですね、コントリビュート2っていうのが。でこれ数がいろいろと、まあ、数で見ればいいので、もちろんメドラインに入っているの2500万件中全部の英語の表現がそこが正しいかっていうと、まあ、もちろん間違ってたりスペルミスも入ったりするんですけど、まあ、この数が多ければ多分、まあ、そっちが正しいんじゃないかなっていう判断材料になると思うんですよね。時々その数の少ない方を見ていくとこう不思議な表現とか出てきたりするので、まあ、それを出てないことは出ないんですけど、数の多い方を見ながら、あとはこう読む、扱う側で判断できる材料にはなるかなと思ってます。で、あとインフォメーションとくれば、インフォメーションはやっぱオンが圧倒的に多いんですよね。で、ここにこれをクリックした時にどこに行くかっていうのがここで選択できるようになってまして、で初期設定だと LSD 狂気リストっていうところなんですけど、この LSD 狂気リストっていうのは何かと言いますと、ライフサイエンスディクショナリーの方でサービスしている
この文章の英語の使い方を紹介しているページなんですけど、これが同じようにメドラインからこの表現が使われているセンテンスを抜き出してきているものなんですけど、こちらはそのインメクセスと比べて何が違うかといいますと、一応こっちのセンテンスについてはそのライフサイエンスディクチュアリーの編集をしている先生方が内容をある程度チェックした論文が出てくるんですね。なのでこちらに出てくるのはある程度その英文として適切なものが多いというふうに使えます。ですので、一概には言えないんですけど、インメクセスの結果を出てきたものにクリックしてこっちに飛んできたときにここに何も出てこなかったりする場合は、もしかするとその表現はあまり使われてないものっていうことを考えてもいいという感じになります。でこれはこのほかにどういったものにアクセスできるかといいますと、あとはこんな英字郎に飛んでいくこともできたり、ウィキペディア行ったり、メドラインセンテンスっていうところに行ったりとかできるんですけど、このメドラインセンテンスっていうのが先ほどの発表資料に書いてあったものでして、例えばここで言うとインフォメーション、例えばプロセッシングっていうものが使われているメドライン中のセンテンスは何かっていうのがこういうふうに出てくるようになってます。でこれもここをクリックすると実際のパウメドの文献サイトに飛んできますので、ここをクリックすることでそれ以外のこの情報も得られますよと。ちょっとこれはあんまりいい例じゃなかったですけどね。これは古い順に並んでいるので、こっちにしていくとだんだん新しいものになっていきますと。ここでよし、とこうやってやるとここで出てきますね。こんな感じで、はい、よろしいでしょうか。僕55分までですね。もうすぐなんですね。はい、じゃあ次コリルに行きましょう。これで次最後コリルというサービスについてご紹介します。コリルは何かと言いますと、ある文献について当該文献の著者ではない研究者による評価はどうだろうとか、ある文献について共によく引用されている文献はあるかなとか、ある引用する文献について文中で引用されている際にどういったふうにそのイントロダクションとかディスカッションで他の文献を引用すること多いと思うんですけど、その本文中で引用するときにその著者はどういうことをコメントとして書きながらある文献を引用しているかっていうようなセンテンスが簡単に得られるサービスになっています。でこれも多分というか自分で論文書いてるときに非常に役に立つんじゃないかなと思ってやってるわけですね。でそれからあとある分野についてのサマリーとか現在の研究動向とか知りたいときにはレビュー論文を読むってことは常等手段だと思うんですけど、レビュー論文といっても、そのレビューを書いてる方の、視点から書かれてるものですし、必ずしもいつもタイムリーに出てきてるわけではないので、もちろんレビュー論文は非常に大切な文献だと思いますけど、それと合わせてこういう形で自分の興味ある文献からそれを引用している文献 の内容とかをざーっと見ていくっていうのも一つ自分が知りたい研究動向を確認するのに有用かなと思っています。で現在これどんな内容になっているかといいますと、もちろん本文が自由に使えなくちゃいけないので、パウメド全体というわけにはいかなくて、パウメドの中で特にオープンアクセス のジャーナルだけを絞って出してますので、現在その本文の中のセンテンスが出てくる文献数というのは約74万件ということで、パウメド全体からすると 3% になってしまうんですけれども、でも逆にそのこの 3% のオープンアクセスサブセットの中から引用しているパウメドの文献の数っていうのは非常に多いので、618万件のパウメド ID がついている文献がその PMC のオープンアクセスサブセットの中から引用されていますので、この618万件っていうのはだいたいパウメド全体の2500万件から見ると4分の1強になっていますので、ボリュームとしては結構いい数になっているかなと思っています。さらにそのオープンアクセスっていうのは最近非常に増えてますので、2000年以降とか2010年以降とかいうふうにやっていきますと、特にこのパーセンテージはどんどん上がってきますので、より最新の研究動向を調べるという意味においては結構有効に働いてるんじゃないかなと思ってます。ということで何が得られるかといいますと、例えば引用記述と強引用ってことで、これがそうですよね、こうやって引用してるときにこの引用文献の
についてはこういうことが書かれてますよとか、こういうことが書いてますよってことが簡単に分かるようになってますっていうことと、あとある文献についてこの文献からこう引用してますとか、こう同じ文献から同時に引用されている文献っていうのは結構たくさんあるんですけど、それを調べていくことによって、例えばこの文献だけを知ってた場合に、この文献と合わせてよく他の文献からセットで引用されている文献はこれだってことが分かると、まあ、これを読んでる人はこっちも読んどくといいんじゃないかなっていう参考になると思うので、こういう形で表引用っていうんですけど、この表引用 の, 文献を調べることもできます。これがコリルっていうサービスになります。でやり方は、まあ、これもアクセスしていただくと簡単だと思うんですけど、 PubMed ID から検索を始めるか、パブメドを検索するときと同じようなキーワードを入れて、まず最初にそのキーワードを検索から出てきた文献の一つを選んで、その文献を選んだ後に実際にその文献を引用している他の文献の情報を得るっていう両方二通りの方法でアクセスできるようになってます。よし、なのでこれも少しやってこれ終わりにしたいと思いますけども、例えばここでこれはiPS の論文をまず文献で探して、でそのこの中から特にこの論文を引用している他の論文がどういうものがあるかっていうのを知りたいというときにはこんな感じで出てきます。そうするとこれがその引用されている論文のタイトルでして、でこっちがこれを引用している論文のリストと、実際にその論文中どういう文脈でこの論文を引用しているかっていうことが出てくるようになっています。でこちら側に出てきているこのレレバントペーパーズっていうのが先ほどの教引用されている論文で、このこちらのこのディジーズスペシフィックインデュースドプリポテンドステムセルズっていう論文とセットで、こちらこれらの文献から一緒に引用されている論文としてはこういうのがありますよっていうのが出てきますので、まあこちらを読むとこちらも合わせて読むと、皆さんこの研究コミュニティの中ではセットでよく参照されているんだなっていうことが分かって便利かなと思います。はい、分かりました。すみません、ちょっと時間配分が微妙でしたね。ちょっと時間オーバーしてしまったので、すみません。以上で終わりにします。一応これ全部まあ、先ほどお伝えしましたけども、そこのページから全部飛んでいけますので、もし何か質問とありましたら、しばらく私も後ろに座ってますので、気軽にお話しかけてください。どうもありがとうございます。大橋さん、どうもありがとうございました。はい。